悲しくなるぐらいやっぱ少ないと。一緒に働いて事務官の方が給料が上で、同じ仕事より自衛官の方が低いと、これなりのやっぱ処遇というものを与えないと、まあ、これダメですよ。最後のジャンルの質問として防衛装備庁の非常に大事な役所だと思ってます。ただやっぱ人が非常に、この前新米員の質問にもあったように人が足らないと言いますし、研究職が全然足らないとの、説明を聞いて、やっぱり研究職がこれしかいないのかと、もう悲しくなるぐらいやっぱ少ないと。令和3年度までは取り方がどんどん減ってて、令和4年から若干増えてるの研究職が。で、研究職は若干一般職よりも基本給は高いと。でもスズメの涙程度です。これ本当にいい人材が研究職が集まるかと、これ無理ですよ。今回サイバーについては中途採用で結構高の給与いい人間を設けるって言ってますけども、今聞いたらですね、 AI 担当も50名いないと、漁師は約10名と、サイバーもたった15名と、光電融合はゼロだと。光電融合はこれからといっても、そういう専門家がいないと目利きができないんですよ。これはいろんなものを、防衛産業が持ってきたときに、こう鵜呑みにしないといけないと。なんでこんなレベルが低いことをこう受けてしまったの、受けてしまったら契約した後終わりですから。で、やっぱりそういうしっかり研究職っていうのを増やす、しかも処遇っていう部分も副大臣、やっぱね、これからこの AI もロボットも量子もこの光電融合も、これから軍にとってはもう欠かすことができない技術っていうふうに一般に言われてます。自衛隊も同じですよ。この辺りについてはもう真剣に優秀な人間を企業の取り合いになると思います。でも取らないと本当に戦える自衛隊になりませんから、この研究職の対する処遇、これについてご見解をお願いします。土本長官。まず私の方からお答え申し上げます。委員ご指摘の通り、防衛省の研究開発をリードし、技術の目利きとして期待されている役割を果たすためには、研究職技官の確保と育成が極めて重要であると考えているところでございます。いずれにいたしましても、防衛省といたしましては、研究開発の強化に対応すべく、優秀な人材をしっかり獲得できるよう、装備庁、防衛省一丸となって取り組み、研究開発体制の充実強化を実施してまいる、所存で、ございます。それに当たりまして、具体的にですね、いろんな人事の制度を活用しながらですね、しっかり優秀な研究職の人間を、確保していきたいと考えているところでございます。佐藤正久君。研究開発費はやっぱ結構増えました。この数年で格段に増えました。だけど人がそんな増えてないのと、人の処遇が全然なんですよ。だから装備庁に行ってる自衛官、残業時間が 21.5 時間で頭打ちです。今、装備庁の方に行くと、一緒に働いて事務官の方が給料が上で、同じ仕事より自衛官の方が低いということも起きてるんです。というふうに、その装備庁で働く方々の研究職もそうですけども、手当の部分というのは、これは副大臣は政治がリードしないと、これ絶対無理ですよ。同じ仕事をして、同一賃金、同一労働とね、同一労働、同一賃金と言いながらも、事務官の方が高くて、自衛官が低いと。このぐらい今、装備庁って忙しいんですよ。すごく。で、研究所についても、それなりのやっぱ処遇というものを与えないと、やっぱこれダメですよ。やっぱそれじゃですね、集まりません。ここはね、研究職や、そういう装備所で働く方々の対する、この処遇の面、はっきり言って手当てですよ。手当て。これは、やっぱり防衛省の中で検討するということが大事だと思いますけども、副大臣のご見解、これを最後に聞いて、私の質問を終わりたいと思います。井野防衛副大臣。はい、防衛省、自衛隊として、全てのことに言えるかと思うんですけども、人材をいかに確保していくかということはとても重要な面でございます。人材強化というものも今回の3文書にも謳われておりますので、そういった点で処遇改善、そして、今日先生からご指摘いただきました、そういうこういう被服だとかの、そういう支給品等についてもしっかりと、検討を重ね、防衛省自衛隊の優秀な人材確保に向けて、取り組みを進めていきたいと思っております。ぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんのその支援がさらにこのチャンネルが盛り上がる、ぐんぐん上がってまいります。ぜひご協力お願いします。